もちゃん、なんかやらかした。怒られてます。心拍。何があったの？わかんない。脱税でもしてるんじゃない？脱税。ごちゃ脱税。てかここで指摘すんなよっていう。あ、分かった。うんこしたのバレたんだ。俺か。上野駅のうんこお前か。ちゃんとさ、収めなかったんじゃない？場所に。これはアウトだわ。なんやね、はい、やろうや。出てない人が出てるとか出てない。ちゃんと学校の宿題やったの。こんなとこでフットサルなんかしてる場合なのっていう感じですね。いや大丈夫ですよ、まだ試合始まってないもん。今ゴーちゃんが説教されてます。なんかすいません、僕の見苦しい顔がちょっと映っちゃいますけど。ではこれからしっかり撮りたいと思います。固定されてないのこれ、ちゃんと。多分まあちょっとこれ回すのきついな。これまあいいや、回すのに時間かかる。刺さりが弱いですね。ちょっと。ね。どっちも。わかんない。これが弱いの。多分そう。マジで早い。無理したか、無理した。まあしょうがない、まあ、あの気をつけてやります。まあまあでも8人いるからね、テンポよくて。はい、ザック狙ったね。またザックの今日のターゲットあいつです。あいつ、はい。はい、ちょっとバタバタしましたけど、まあ、まだ0対0なんで OK としましょう。はい、ちなみに最初の3分でいきなり、ケイちゃん体力なくなって変わりました。まあ、あのちょっとあの金土とちょっとあのアハーンなことしすぎてちょっと疲れてもう試合にならないらしいですね。やばい、展開が早すぎてこれが回んない。ちょっとまあこれぐらいちょうどいいや。店やらせて、店やらせて。これぐらいな。さあここでジュニアさん登場。
ちなみに純也さん、あの先週僕に青パン の、 あの背番号が違うのをいじられたもんで、それがトラウマで赤パンに戻しました。赤パンをちょっといじりました今。まあね、この赤パンの方が入るんです。かっちゃんかっちゃん早いね。まあ3人いるから余裕があるから。かっちゃん、あ、そう、こうですね。やっぱりこっち、あっちゃん、なんか落ちそうで壊れそうだ、怖かったから。いいね、かっちゃん。自宅でジョアンちゃんが見てるぞ。キーパーの子、ちゃんと聞いてね。はいはい、惜しい。シューちゃん、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 あんたの右だよ。シューちゃんはあんたの右にいるわ。ごめん、カツさんも見忘れて。ボちゃん、動いて、動いて、飛び取って。今のはちょっと面白かったね。後ろ、こっち開いて、こっち開いて。ちゃんと声出して。足出して、足出して、足出して、かぶっていいから。よっしゃ、うまい、うまい。ナイス、カツさん。いいね。いいね、自宅でジョアンちゃんが見てるよ。止め。おっしゃ。惜しい。惜しかった。そうだね、みんな座ってないと。フランス、ジダン、キーパー、ジダンや。当たる、誰か、誰か当たんなきゃ。ナイス、コウちゃん。よっ、立て、立て。ナイス、はい。相手キーパー、ジダンのユニフォーム着てますけど、髪の毛はジダンと似てないです。彼の髪の毛が次男と同じ末路をたどらないことを祈ってますけど。惜しい、惜しい、惜しかった。ああ。昨日か、お疲れさん。ラインが下がって。おい、ナイスキーパー。今多分半分しか入ってねえや。まあいいや。さすがディビジョン1のキーパー。
デビ2もキーパーだよ。デビ2もキーパーだよ。何をやってたの？自分はデビ2やるんだって。あー、おお。選手の試合言うと手ぶれが少ないなと思ってそれ使ったんだよ。普段どんだけ多いねん。ジュエさん、ジュエさん、ジュエさん、まあ僕は手ぶらも好きですけど。おお、ナイスクリア。勝ってる勝ってる。ちょっと落ち着かせてほしいな。いちいち落ち着いて解説できないじゃないか。試合が動くから。いじろういじろうと思ってるのに。ゴールゴールゴール、イエーイ、アッケー、ナイス。まあ今ちょっとそうなんだよ。うわー、押し押し、もう一回アクーラアクーラアクーラ。今のプレーちょっといじりたかったけどいじれなかった。ナイスシュート。あと3分、3分落ち着いていこう。前半リードで OK、 20、さっき戻って一緒見てこいつ。やっていきます。挟んで2人で神挟み。勝ってんだ勝ってんだ。落ち着いて落ち着いて。持ちケツ押さないでカメラ。やっぱりアックの応援の時だけ声のトーン上がりますね。レシセンキュー。あと2分落ち着いてリードで返す。リードで大丈夫ですか。カッツルカッツル、ゆっくりこう、ゆっくり。まあ身を挺してカメラをふみこさんが守ったっていう。声出てるね。おーと、あっくん1コケ。で前半終了です。ちょっと怖かった。ちなみに彼は誰なんでしょうか。